はるか。野村ちゃん、ひばりが持ってきた半蔵の超秘伝忍法書は？あれなら道元が持っていった。蛇女の本部で保管するらしい。ほんとひばりのお手柄よね。さ、ひばりと一緒にスイーツでも食べに行こうかしら。大丈夫かなこれ。おい、はるか、今はそんな時か。うん、超秘伝忍法書を取り戻しに半蔵の連中が攻めてくるとは思わないのか。大丈夫大丈夫。ちょっと警戒した方がいいかもな。もし半蔵が攻めてきたとしても、私とひばりでちょちょいのちょいだから。はるか、蛇女の生徒は慣れ合わない仲間ではなかったのか。私とひばりは慣れ合ってないわよ。超仲良しなだけ。何やってる。しかし、あかん。いや、ちょっとはるか危ないな。私の強さが不安ってこと。いや、そういうことじゃないんだけど。いいわ、だったら試してみなさいよ。ひばりとラブラブになっても腕は鈍ってないから。いいだろう、相手になってやる。なんか関係性が違うよね、半蔵編とこの蛇女編って。はるかとひばりの関係、なんかそんな感じはする。だってはるかはひばりのことをお人形にしたいみたいなこと言おったし、こっちはなんか友達みたいな感じなんよね。なんか違うんよな。はるかと戦うの久しぶりやな。あるな。待て、極秘のやつ取らしてよ。極秘のやつ取らしてよ。よし、取れた。やろうぜ。あかん。はい、すいません。よし、忍び転身。転身。転身しとる間に攻撃されるのつらいな。あれ、今弾いたと思ったのに。
あぶない、あぶない。危なすぎ。え？今食らったのか。危ない危ない、気持ちよくされるところだった。あーすごい、まずい、気持ちよくされちゃう。まず一発でも食らったら死ぬ。あしまった、やっちゃったな。危なデスキス。はい、はい、おいで。向こうもね、カウンターしてくるからね、怖いんすよ。はい、ほい、危ない、しまった。あよいしょ、はい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 、ちょっと技でフィニッシュしたいな。はいはい、今の当たんのか。はい、危ない、カモン、もう見切れるよ僕は。はい、よし、硬かった、めっちゃ硬かった。まあこんなもんやろ。歯ごたえのない、いや結構歯ごたえあったわ、19分もかかってるもん。
久しぶりに1対1で戦ったが、相変わらずやるな。めっちゃ強え。これだけの腕があるのだ、仲良しごっこはやめたらどうだ。確かにホムラちゃんは強い。でも、私は負けた気がしないの。強がりはよせ。強がってるのはどっちかしら。今度はハルカの件か。知っている？ヨミちゃんが半蔵の子と友達になったの。うん。な、何？いけない？当たり前だ。あいつらは命をかけて戦う敵だぞ。ちょっとやばいな。私が言っているのはそうじゃない。友達を作ったらいけないのってこと。いや、友達を作ることは悪いことじゃない。友達など、強さを極めるには邪魔だ。私はそうは思わないけど。はるかもヨミも話にならん。不甲斐ない。すいません、不甲斐なくて。選抜メンバーがいがみ合っているというのは本当か？ひばりがおる。答えろ、うん、本当かと聞いているのだ、うん、ああ、いたな、そんなおっさんも。あるか、本当なのか。見ればわかるとしか答えようがありません。うん。二つの派閥に分かれてしまった。仕方がない、うん、ならばグループ同士で対抗戦というのはどうだ。そして勝った側に負けた側が従えばいい、うん、私たちが勝ったら慣れ合いはご法度。それならやってもいい。じゃあひばりたちが勝ったらみんな仲良くするんだね。新参者は黙ってろ。でも対抗戦望むところだよ。私があんたをギッタギタにしてやる。はるか、どうする？はるか、少し話がある。え？はい。みんなは席を外してくれ。スミペよな、スズネ先生の声の人。はるか、変わったな。ひばりが来てから。うん。いや、3年生になった頃からか。昔のお前だったら私の教えた力で解決したはずだ。お、はるかの過去か。
うん、子供の火遊びは感心しない。おお、鈴音先生。少し話がある。話ばっかりやな。少し話があるって。私はスズメ。学校で教師をしている。それでどうする？うん、どうするって。やっぱり家を燃やすか。え、両親を殺して嫌な家を燃やせばお前の心は救われるのか。私なら救うことができる。鈴音先生も優しいな。お前が両親を操ればいい。おお。それでどうする？うん、傀儡の術なら使えません。仮に穂村ちゃんたちを操れたとしてもそれで解決だとは思いませんし。どうして？それは対抗戦で戦えばはっきりすると思います。うん、成長したな。おお、私の相手はホムラちゃんね。この間のリベンジをさせてもらうわよ。ふん、1対1の戦いでは仲間など役には立つまい。うん、そんなことはないわ。手助けはしてくれなくても心を支えてくれる、それが仲間よ。そんな支えがなくても強い者は強い。鍛え上げた力と技こそが支えとなるんだ。だったら戦ってはっきりさせるまでね。望むところだ。ちょっと待って。どうせ戦うのなら、ホムラちゃん、あなたの小舞台も一緒に相手をしてあげるよ。何？なんだと？勝負は1対1のはずだ。ただ1対1で勝つだけじゃホムラちゃんは仲間の大切さを理解しないでしょ。だからといって1人対多数じゃ勝負にならん。1人対多数じゃないわよ。だって私の心の中には仲間がいるから。一人で戦うことで仲間の大切さを証明しようというのか。いいだろう、そこまで言うのなら。その条件で相手をしてやる。どっち使うのこれ。どっち使うんだ。
ホムラははるかか。オッケー、わすごい真っ赤やな。よし、怖い怖い。よいしょ、ちょっと今のやばいな。ここで転身したらやばいな。やばいやばいやばい。はるか様やばい、おぶろ。よいしょ、我慢できたら、しびれてたまらなくなっちゃうわよ。やばやば。よいしょ。はい、はいよー、おーら硬いな。オッケー、なかなか敵が厄介だったな。何個ある？2個ある。当たってないの？当たってない。はいはいはい、早すぎよ。こっちはいけるかな。こっちはいけないね。あと1個あるはず。ホームラちょっと戦ってあげたいけど待ってね。いざ紅蓮のごとく舞い散れ。あ、OK。 はい、相手シャル。はよ。はい、おいで。うわ、後ろ取られた。これ当てづらいな、前方やから。あよー。
あぶねえ。あー食らっちゃったか。そう。デスキス。おい。よいしょ。危ない。一発にしとこう。よいしょ。硬いですね、でも。変身するかな。あれしない。来たね。よし。忍び転身。ホームラーと戦うの初めてよね。蛇状で、蛇状の話で。あかん、あかん。よいしょ、カモン。その攻撃じゃない。まずいね。非常にまずいよ。まずいよ。ああ。生意気だったね。よいしょ。はいよ。危ない。おーっと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 、危ない危ない危ない。欲張りすぎたらやられる。やれるもんならやってみろ。はいよ、いいよ。今やばいな、結構食らったな今。マジでか、今弾いたかと思ったのに。よし。そろそろ転身するんじゃないか。まだしない。そろそろ来るよ。あぶね。あれしないじゃん。なんでしないの。まだ転身してないんだよな。あれしないの。もうした？してないよね。ねえ。転身しなくていいの？
手加減してるつもりなのか。バグってる。ああめっちゃ手加減してる。よし、オッケー。あれ転身しなかったよね。待って、浴衣だか、待って、あ、してないわ。水着やもんだって、転身したら。あれおかしいな。おかしいですね。しなかったね。食ったの？いや、まだだ、うん、まだ私は戦えるぞ。ちょっと待って。ホムラちゃん、どれだけ食ったのよ。めっちゃタフ。恋はるか、決着はどちらかが動けなくなるまでだ。もういい、もういいわ。うん、ホムラちゃんの強さはよくわかった。このまま戦いを続ければ、そのうち私は負けるわ。うん。スタミナ、打たれ強さ、精神力、ホムラちゃんの総合力にはかなわない。やっぱり選抜メンバー最強はホムラちゃんよ。おお。仲間なんか関係ない強さってあるのね。いや、私が押されたのは事実だ。うん。仲間の存在で精神力が増すのは確からしい。はるかの言葉は一理ある。だったらこうしない？強さも大事、仲間も大事、両方大事ってことで。いいですね。そうだな、それでいい。よかった。それじゃこれで仲直りね。ダメダメだったわね。ダメだったのか。結構食らったからな。時間的な問題か。はるか。